ちょっと今日ね、あの中華鍋、こんなの電気した中華鍋で、あの今日ね、焼きそば作る。こんぐらいね、いいでしょ。で、こうやってね、中華鍋でめちゃめちゃうまいね。卵今日忘れたね。卵ね、4人分見てこれ、これね、豚、あ、これも豚肉ね。あ、危ない危ない。まずね、焼きそば、これにかけ、うん、下にね、ちょうどいいね、4人分でね。極みのキッコーマンの白だし、まず白だしでこうやって軽くちょっとだしを入れてあげる。キャベツってあんだけ入れてもね、こうやってどん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 ね、水分飛んで、あの少なくなるんでね、ちょっと火を入れていけば縮んじゃうから。鳥羽流の焼きそばね、これを4玉、ちょっとキャベツ多かったかな。まあいいやろう。これをね、焼きそばをね、4人ちょっと多いかな。まあいいや。うお、めっちゃ焦げた、いい匂いしてくるわ。ちょうどいいか。ねえ、こうなってきたら、これね、賞味期限切れてるけど、これめっちゃ熟成されてるやつね。香味の濃い口、うん。これがもうね、ちょっと賞味期限切れかけぐらいがね、2人分だからもうこれ全部入れちゃえ。火が弱いなねえ。今度もやし、もうこれだから入れちゃうか、ね、もやしは10円、15円。もやしってなんでこんなに安いんだろう、美味しくて。どうもちょっと味が薄いわ。さあ、もうそろそろ完成かな。マヨネーズもないんだよな、今日。やっぱちょっと段取りが悪いな。今日はね、今回いまいちでした。いまいち納得できる味になんなかったんだけど、まあ、軽くね、焼きそばじゃあ早速いただいてみます。いただきます。焼きそば、うん、35点。まず、何これ。今回の敗因は麺に出汁を入れすぎて、麺がね、あの太くなっちゃった。ダメだなこれじゃ。であとソースが足りなかった。まず、何これ。うん、めっちゃまずいんだけど。いや、これまずいわ。なんか違う。35点だから。ちょっと緊急のね、あのニュース入ってきたんですけど、あ、ちょっと自己紹介からお願いします。カメリンです。カメです。石丸です。丸です。あ、どうも。私、高橋なんですけど、はい、昨日とんでもないニュースが来ました。はい、ですね、まあちょっと、あ、ね、ちょっと秋山さんも出る？あの、とんでもなくなったんですよ。なんと、43歳の女性が、昨日ヤフーニュース、43歳の女性が、なんと17歳の少年と、まあそういう大人な関係になってしまって、うん、合体して、うん、で43歳の女性が逮捕されました。この件について、カメリさん、ドヒャーですね。いや、笑い方じゃないです。そうですね、まあ
年齢というところを除いた上では、はい、多分男女恋愛としては素晴らしいことだと思うんですが、はい、やはり年齢差というのが今の日本には重くのしかかってくる問題だと思います。例えばこれが海外とかだったら、はい、その年齢差とかも全部なくなって、はい、全然 OK な国なんだと思うんですけど、はい、やっぱり日本だけはそういうところはとても厳しいので、はい、日本ももうちょっとなんか優遇されるような国になったらいいんじゃないですか。おしまい。石原さん、それについてちょっと。そうですね、まずそれがなぜ事件になったかっていうことですよね。事件というかそういうヤフーニュースに出てしまったかっていうのがちょっと不思議ですね。まず垂れ込みですかね。 なんでなんでしょうね。そこは逆はよくあるじゃないですか、うん、43歳のおじさんが17歳の女性とそういう関係になって、うん、18歳未満とは一応条例違反なのかな、法律違反でなんかそういう淫行っていうのかな、なんか逮捕されたみたいな、でよくあるんですけど、今回まず逆パターンで17歳の美少年と43歳のおばあさん、おばあさんじゃないですよ、あ、すいません、が合体してしまったと。でこれが全部捕まっちゃったんだよ。あー、ニュース見てる。そう、43歳の美しい女性が逮捕されてしまった、うん、そのね、ちょっと逮捕っていうのは行き過ぎ、うん、てるような感じもせんでもないけどね。ですよ、ね、いや、まあ、その自由恋愛やったらよ。そうなんそうなんですよ。そこがどういうで、一説には無理やりその17歳の少年が抵抗できない状態にさせて、まあ、強制的なものをさせたんじゃないのかって僕はそう思うんですけど、それ以外ちょっと被害がバレるねことがないので、どうなんですかね。まあ、ちょっともうちょっと繊細な情報が欲しいですよね。過去にも結構そういうのあるんですよ。ニュースたまにニュース出ますよ。その教員38歳が高校生とそういう関係になってしまって教員逮捕みたいな、うんうん、ね、教師だと余計にダメなんじゃないですか。やはり生徒を教える立場の人間がそういう行為に及んでしまうというのは有識事態だと思われます。どうでしょうか。ただ17歳の少年のその、まあ、ちょっと生物学的なその DNA ですね、その種ですかはすごく日本の未来を担ってくれるというか勢いがあるもんだと思うんですよ。えあ、まだちょっとね方向が変わってきたけど、はいはい、あ、高橋さんはそれで新しいものが生まれるっていう、だから自然の摂理っていうのは、うん、もちろんその睡眠薬を例えば分かんないです、詳しく調べてないんで、うん、ヤフーニュースだけなんで、その43歳の女性が少年に睡眠薬を飲ませて、でそういうなんか行為をしてしまったらもう本当に大きな犯罪ですよ、うん、もう睡眠薬でなんかやって、うんうん、とんでもないことですよ。ただ2人が多少の恋愛みたいなもの、うん、でやっぱり卵と種をバーンぶつかってあった時にバーンって新しいやっぱり生命が生まれてくれることを僕は期待してて、うんうん、なるほど。ただ18歳未満っていうくくりがあるかなっていうのはあるんですね。18歳以下だった、17歳だった少年が、うん、17歳って高校3年生ぐらいですかね。そう、2年か3年ぐらいですか。いやー、でもね、恋愛って分からんけんね、やっぱりね、その人を好きになったら僕は年齢は関係ないと思うんですよ。自分もそう思ってるんです、うん、いや、もちろん多少ありますけどね、うんうん、無理やりじゃなかったのね、お互いが、うん、お互いがそういう気持ちでだったら僕は全然いいと思いますけど、うん、法律が許さないと、うん、新しい源の誕生っていうんですかね、はい、そこにも影響が出てくると。まあ、昨今その18歳未満っていうその未成年との大人のそういう性の、うん、大問題になってて、うんうん、
それについてカメリンさんどうでしょうか。そうですね、ちょっと今首が凝っちゃって、これそれどころじゃなくて首が凝っちゃって、まあ、カメリンお姉さんもまあでも大人の女性ですから、まあその両方の気持ちが分かるぐらいの年頃じゃないですか。少年の気持ちも分かる43歳の人のね。いや、分からないです。え？全く分からないです。どうして？今43歳の女性の気持ちが全く分からないです。ま、あ、分からない。はい、やっぱりいけないことだと。いや、そもそもいや行きますか、行かないと思いますよ。行かないです、私は。カメリンさん、はい、石丸さんに聞いてるんですけど、最近、昨今、はい、不倫が大きな問題になってるんですよ。はあ、はあ、で、芸能人が不倫して、まあ俺そんなプライベートなこと掘り下げなくていいと思うんだけど、芸能界の人がプライベートで不倫してたことを大問題にするじゃないですか今。うんうんうん、あ、先日ちょっと愛兄弟のね、弟さんもあの不倫されたそうで、もうニュースで叩かれちゃってる、ボクサーの不倫してたっつって、でそれすごく不倫に対して叩かなきゃいけないっていう風潮が今蔓延してて日本で、はい、これについてカメリンさん。そうですね、日本はやはり不倫文化と言われるほど多いので、うん、さほど叩かなくていいんじゃないか。あ、でもそれ、そういう話題しか多分ないんですよ。あ、楽しい話題が。簡単に言うとカメリンさん、不倫はしても OK？ ダメ。ダメだね。ダメですよ、当たり前じゃないですか。石丸さん、まあね、いけないと思いますけど、うん、まあ、それは身内の中で解決するもんだと思うんですよね、うん、そんな世論がこう言うことじゃなくて、大げさにね、うんうん、やっぱりその中でやっぱり解決してもらいたいかな。そのテレビにまで出して、うん、その騒ぎ立てる問題じゃないと思いますね。そうか、まあ、そういう難しい問題ですよね。ただね、今回のそのボクサーのは、はい、結構なんか写真の画像とかが流出しとったりとか。あ、そうなの、うん、あんた見とるね、追っかけとるね、情報え、俺ちょっとチラッとしか見てないんだけど。いや、すごい出とるよ。え、そのキスしてるところとか。そこまで、うん、じゃで、俺思うんだけど、それを盗撮したことは、うん、大きな罪に当たらないかと思うのよ、俺。そう、だってだけ盗撮でしょ。うん、あの、横、ね、撃ったんやんかね、その、いや、週刊誌、なんか週刊誌ヤフーニュースが、うん、その盗、なんか芸能人を盗撮してもいいよみたいな、うん、しょうがないよみたいな話を、結構そういう風潮で、うん、俺から見たらそのプライベートをカメラの前でこう盗撮してたことが結構重たい罪に当たるんじゃないか、パパラッチ、うんうん、いや、でもね、あれ、あの写真はね、パパラッチとかじゃなくて。何パパラッチってどういう意味？カメラマン。あ、カメラマンか。あの、なんかもう知り合いが撮ったような感じの写真やった、うん、いや、追っかけ撮ったんじゃない。知り合いが撮ったらとんでもない知り合いや。いや、あれよ、なんか居酒屋みたいなところでやっとった。いや、だから週刊誌は追いかけてって盗撮、尾行するでしょ。まず尾行するのも俺ちょっと微妙な犯罪と思うのよ、うん、追いかけ回す、プライベートで、カメラ構えてそれを撮っとる時点でもうプライベート盗撮で、それちょっと重い罪に変えてほしいなと。自分らみたいな人気者はいつ盗撮されるか、ビクビクしてやらなきゃいけないんですよ。でも向こうもですよ、仕事でやってるからね、うん、飯食ってるから、うん、いやいや、だから、うん、その盗撮っていうの罪をね、うん、で、俺の愛するベッキーがさ、まあやられちゃった、うん、いやね、ちょっと俺もベッキーって今まですごいいいキャラクターっていうんで売っとったよ。いや、ベッキーはしてないんだって、不倫すらも。だからそういう世界なの、テレビが。やってないこと、来たって言った、やってないやってないことを、もう LINE とかプライベートの LINE とかを盗撮して、もう盗聴かなんか暴露して、それをみんなに見せびらかして笑い物にした挙句、無実の罪でもういじめ倒すのよ。うん、うん、そういうの。だからテレビってそういうとこ、うん、あることないとこ一個は。いや、だからちょっとね、メールやり取りしただけで話が10倍20倍にブワーって作り話でもうやっつけられちゃう。テレビってそういうところ、まあ大きく言っとるところはあるやろ、うん、大きいところがあることないことよ。うん、うん、俺だって、俺の崇拝する石田純一さんが不倫は文化だって言ってないんだから。知ってた俺。あ、言ってなかった。言ってないんだよ。だから一言も、石田純一さんは俺の崇拝してるね、大先輩、一回も不倫したことない、ね、不倫は文化だって言ってないのよ。それを捏造で週刊誌が石田純一不倫は文化って出ちゃったもんだから、
言ってないことをなんか石田純ちゃん悪いやつ、不倫は文化ですみたいなっていう風にもう作り上げられちゃったの、バラエティで。そういう世界よ、作り話、難しい問題、怖い話だな。まあ、でもテレビで顔売って商売してる人たちだから、まあそういうのは常にあるっていうのは多分頭にあるから、まあね、しょうがないんじゃない。一般の人が不倫しても別にそんなの写真撮られたり週刊誌のことはなんかないけど、まあテレビでいる人だから、まあそういうのもやっぱり気をつけながらそれ動かないとね。じゃあね、だからやってないことをやったってことになっちゃうわけ。だからテレビでそういうところで結局それはすっごい大きな勢力に歯向かうと、やってないことをでっち上げ、やってないよ俺ってことをポンポンってやって潰されちゃう。あの満員電車のあの5人逮捕の痴漢と一緒ですよね。そう、怖い世界。神田さん、その辺についてどの辺についてその辺について意見あったら、その辺について、満員電車の痴漢の話。はい、あ、そうっす。満員電車の痴漢はいけないと思う。それはいかんねえ。いらない。ちょっと痴漢はあかん。いや、ちょっとね、まあ、痴漢いけないと思いますけど、僕はあの昔なんか5人の痴漢で、あのなんか自殺した人がおったと思うんですよ。お、確か なんか女の人に、あなた痴漢したでしょって言われて、いや私はしてないしたって揉めて、多分駅の事務所みたいなとこあるじゃないですか、そこでもう一方的にお前痴漢したと、もう言うたら女性の方信じてしまいますよね、みんな。悲しいことに、私統計学で今聞いたんですけど、女性の8割がイケメンの痴漢は歓迎してるということなんですよ。本当です。悲しい話に。だから僕ら石村さんと僕みたいな、そう、まあイケメン、まあ普通面は逮捕されます。普通面。普通面。おい、バカにすんなこれ。どういうことやお前。普通面で何がいかんねんお前。変な面と言ってんじゃねえお前。いや、もうぶさぶさ舐めてんねん。バカめ。パラナンタパラナン高橋発動してやってやってるぞ本当に。傷ついたね。逆もいい。その通り。で、これが現実だった。だから逮捕されてる人は顔が変だったから逮捕されたんだなと思えば、女性のね、まあこれはあくまで僕のちょっと推測もある、あと僕の情報収集、周りの女性の話を言ったら、自分の超タイプの理想のイケメンであれば大歓迎ですよと。あ、そういうこと。まあでもしてない人がされるっていう事実とかあるじゃないですか。あ、それは5人逮捕ね、5人5人5人、そう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 、単位のそうだね、5人はいかんわ。だから結局何を信じたらいいかと本当わからないんですよね。その週刊誌もそうやし、週刊誌信じる のか、なんかね、なんかその本人がね言ってることを信じるのか、もうわ、結局でもね、僕騒ぎ垂れたいだけだと思うんですよ。やっぱり。それで視聴率、テレビだったら視聴率が上がる。そうか。週刊誌だったら本が、ね、週刊誌が売れる。その餌食に芸能人が利用されていると。まあそうなるんじゃないですか、結局は。まあ全部が嘘かけんのじゃない。それ訴えられちゃうかもしれない。いやだから嘘も紛れとるし本当もある、で今回の43歳の件は、おそらく事実でしょう。まあそれはニュースになるぐらいです。ああ、ただびっくりしたのが、43歳の女性と17歳の少年の中に、これ本物の恋愛があったんじゃないかと推測したの、で周りがその恋愛を、まあ、17歳の少年の親とかがびっくりしちゃってね、まあまあね、で大きくなっちゃって、でテレビも面白いものなんか取り上げちゃって、うちでもこうやって取り上げちゃったということで。どうやろう、でもまあ親としたらちょっとね、その年の差は厳しいって感じるかもしれないよね。だって島さん、俺思ってるんだけど、あの今男女性差別ってよくあるじゃないですか、今一番行われてることがある。何ですか？男性差別。あ、だから女性が男性に対して
イケメンかどうかで態度を表現させする社会問題になってるんですよ。だからブサメンの男かわいそうじゃん。じゃあイケメンだけこっちやほやしてバレンタインデーになってイケメンだったらもううおーって何百個もらっちゃってね、うん、俺今年ゼロ個だよ。どうなってる？亀ちゃんもらってないよ俺。それパワハラ。あなたは、ね、あ、これがですか？そう、今社会問題になってる。会社内でチョコレートを女性に要求するのがパワハラ。あー、そうか、もうそういう時代か、はい、そういう時代だから今は逆にチョコをあげないっていう。あ、だからあなただけあげてさ、ね、俺らもらえなかったら、うん、もらえなかった人拗ねるやん、差別されたって。あ、で私はだから逆にもう先に言ってきました、うん、いらないですよ。あ、本当に会社内だといらないよ、うん、で、今そういう世の中に。だから、あの、例えば石丸さんだけ好意持ってて亀人がチョコ渡したと、で、後のこっちの男性にもらえないと、男性差別されたってなっちゃうから渡せないんだけど、ただ女性っていうのが、いや、すごい、ちょっと待って、 なんかね、チャガイムだけ俺渡しとるような感じがありえる。じゃあ待って、女性っていうのはすごく腹黒い生き物なんですよ。要するにイケメンにだけ渡そうとしとんねあいつらが。どう思う？ちょっとこれはチャガイムの尋問が、ちょっとチャガイム出てくれ。イケメンも差別されたよこっちは。ちょっとどうぞ、ちょっと俺も椅子こうやってやってくれ。座って。この男性差別が今社会問題になってんだよ今。とんでもないことですよ。ほんならちょっとチャガイム来てもらって。はい、ちょっと隣に座って、うん、ちょっと表情を悟られたくないんで、ちょっとマスクちょっと何だこっち、あなたってさ、あんた尋問だ、社内会議だ、これ談合裁判みたいなもんだわ。あなたちまさか神こそったお前、うん、あのチョコレートとか茶会に渡しねえだろうな。カメリンどうした？もう疲れちゃってごめんカメリンごめん疲れちゃったな。ごめん疲れちゃったかも。泣いちゃったの？疲れちゃった。ごめんカメリン。ごめんカメリン。なんとそこでエンジンかけるのちょっと遅いですよ。もう帰る時間ですよって。高橋さんさっきまで寝よったけどね。昼寝しよったけど。ごめんカメリン。疲れちゃったね。ごめん悪かった。うん、だっていや、カメリンは悪くない一切。それは言っとく。だからさっき言って女性が悪いって言ったのは、うん、他のやつらや。カメリンは美しいし可愛いし、うん、悪いとこが一個もないのよ。で俺はもう素晴らしいとしか言えない。だカメリン以外の女性や、うん、世の中の、まあそうだよね、まあそうですね、ろくでもないブスがまあいっぱい俺にチョコ一個もくれん。今年もゼロ。世の中のブスがあそれが言いたかった。結局はチョコレートのことが言いたかった。全然もバレンタインも家から電化ってもらえへん。いや、それはいいんだわ、うん、あのもう今日は自分が悪いとかそう今日矢印を沿ってるけど、はいはいはい、で、カメリンさえごめんね泣かしちゃって。カメリンは悪くないんだよ、一個も悪くない。僕多分カメリンはこの日本で一番美しい女性だし一番可愛いしアイドルとして売れていく、これはもう俺信じてんのよ。戸田さん、茶谷さん、はい、他の女、はい、バレンタインを俺に持ってこないバカブス、ろくでもないですね。ああ、本当に説教しちゃうのそいつらに、世の中に。本当にまあまあ本当に偉い目にあったで、こっちは。そうですね。そんでさっきの男性差別の話、はいはい、そのブスどもがさ、はい、ね、イケメンだっけもうよだれたらしてチュ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 やっとるわけよ。あ、はい、こっちのねブサメンで外れて生まれていた人間じゃどうしたって責任取ってくれるんだって男性差別されて、うん、それに神に怒ってたわけ俺は。おかしいぞと世の中が。だろ？え？ひがみですね。でもなんかね、僕高橋さんにチョコレート渡しても、うん、なんかそのホワイトデーの時忘れてて、うん、返さないイメージがあるんですよね。いや、俺どんだけ俺が豆太郎か知ってる？あ、そんな豆なんですか？ホワイトデーホワイトもらったらもうホロホロよ。
あ、3倍返しぐらいの感じで。そうそうそう。あ、っていうかもう最近義理チョコしかもらったことない。25年ぐらい。あ、25年前本命チョコもらったんですね。その話がすごい聞きたいけど。若い頃はモテたで自分は。ああ、そうなんですね。いや、あんたらとは別格や。ああ、はい。あんたらとは別格ぐらいモテた。あんたらは普通でしょ。普通ですね。若い頃はモテた。ああ、そうなんですか。すごいですね。そういうことにしとけ。モテたんやけど、はい、でもさ、俺思うんだわ。前働いたとこでね、あの正社員が20人とバイト100人みたいな、そういうところで働いたら、うんうん、まあ女どもがブスが、うん、イケメンの男の19歳とかにうわーみたいな、35のババアとかうわー19歳のイケメンにうわーで、うんうん、もう男女差別がひどいのなんの、はいはいはい、女って小生き物かと、うん、まあでも男もそうですけどね。いやいや俺は平等にする。あ、そうですか。満ち足りてない子に逆にフォローした。ああ、なるほど、満ち足りてない子に救いの手を。さすが神様ということで、はい、亀井さん最後締めよう。ちょっとあの今から3分お時間、まだいろいろごめんなさい、また締め、はい、締めが終わります。じゃあ亀井さん今日いろんな問題起きました、社会問題、はい、で僕私みたいにちょっと性格がひねちゃって、うん、もうわけわかんないで言い始める人もいると、うん、そういうものの社会問題にちょっと、うん、今からまとめてください。そうですね、うん、まあ、まあいいんじゃないですか、いろいろあって。この間すごいあの美しい女性の歌声聞いたい、うん、うっせぇわうっせぇうっせぇうっせぇわ子供の頃から悪ガキでよよよう、よよようっせぇうっせぇわ知ってるみんな、うっせぇわが今流行ってる、はい、かわいいさ、ちょっとだけさ、さあ言うてみたけど、僕今恥かいたじゃないですか。恥かいてないですよ。だって俺はもう世の中の女性全部今敵に回した。今日恥は書いて、うっせぇわも世の中の本当動物もうっせぇわって、うん、ああ俺ははっきり言ってやる。もう世の中の仮面人間の女全部ブスだよ、うん、ああはっきり言っちゃうけど。あとうちのチャンネルをチャンネル登録してくれてる子は美しい、うん、あとのは全部ブス。もう俺このキャラでやってる本音で、うん、恥ずかしいよ、カメリーの姿勢は。こんなみんなが見てる前でよう言わんですわ。ああ、そうかそうか。いやでもあの動画で再生されたらもしね100万再生とかいったら一緒やけどな、そっちの方が見られてるから、うんうんうん、あじゃあだから神にちょっと無理やからちょっとフォローしちゃって。フォロー、うっせぇわちょっと、うっせぇうっせぇうっせぇわなんとかなんとかなんとかで、いやあなたが思うよ。歌えるじゃん、歌ってよ、俺知らねえんだもん。一人では歌えんねん。うっせぇうっせぇうっせぇわ、あなたが思うより健康なんで歌ってくださいね。ちょっと違うな、求めてるものと違うな。何うっせぇうっせぇ違う、うっせぇわって曲が違うね。そうだもん、あのな持ち歌なんかない。いやいやいやじゃねえこれ。あんたの崇拝するチャギアスの